はい、こんにちは。今日はですね、アフィニティデザイナーの使い方を紹介していきます。アフィニティデザイナーはですね、ちょっと上級者向けのグラフィックデザインのアプリケーションになります。で、Apple のですね、App Store Award っていうのがあるんですけど、その賞とかをね、受賞してるぐらいの結構優秀なアプリなんですけど、イラストレーターとか Photoshop の代わりに使ってる人もいるみたいですね。で、このアプリの中にイラストレーターの機能とフォトショップの機能がこうガッチャンコされてる感じなので、本当に高度な絵を描きたい人はぜひおすすめのアプリです。で、今値段なんですけど2400円ですね。なので安くはないので、あんまり初心者にはおすすめしないんですけど、ベクターのデザインやりたいとかグラフィックデザインもっと極めたい、 iPad で極めたいっていう人はぜひ買ってもいいかなと思います。で、今回作るものなんですけど、今回はこのシューズのイラストですね。これをパスで作っていきたいと思います。アフィニティデザイナーを始めたばっかりの人でも分かりやすいようにチュートリアル作ってるので、ぜひですね、楽しんでもらえればと思います。はい、じゃあ始めていきたいと思うんですけど、まず最初にちょっとアフィニティデザイナーを開く前に、このシューズの絵をプロクリエイトで下書きしてます。で、これを先にちょっとお見せしたいと思います。で、こんな感じで正方形のキャンバスを作って、そこに 6B の鉛筆で、ラフスケッチですねをしています。で、このデータをまず JPEG 保存します。 JPEG 保存するときは左上のギアマークから JPEGで、写真の中に保存していきます。で、この後ですね、アフィニティデザイナーに移っていくんですけど、まず初めにやることはこの右上のプラスボタン、ここから新しいキャンバスを作っていきます。で、新規ドキュメントで開いていくんですけど、ここだけちょっとさっくり説明しておくと、この左上の一番上、ここは、ウェブサイトの形、プリセットにするか、このデバイスのプリセット、例えば iPad の形、 iPhone の形、このキャンバスのサイズですね、ここをプリセットで選ぶこともできます。で、今回はですね、自分で正方形の形をカスタムで作っていくので、カスタムで作るときはここに手動で入力していきます。今回は 1280×1280 の正方形でやっていきます。で、キャンバスが開いたらですね、さっきプロクリエイトで作ったスケッチですね、これを読み込んでいきます。で、読み込むときは左側に写真アプリをスプリットビューで開いて、このふうにですね、ドラッグ&ドロップしてあげると画像が入っていきます。で、ここでざっくりですね、サイズの調整をしておきます。で、この下書きの絵なんですけど、これは固定したいので、右側のレイヤーボタン、これです。レイヤーボタンから、下書きを選択して、左上の、設定ボタンですね、ここを押してください。そしたらね、いろいろオプション出てくるので、この状態で不透明度を下げます。 10% ぐらいでいいと思います。10% ぐらいに下げて、この下に、ロックボタンっていうのがあるんですよ。これロックボタンを押してください。そしたらね、この位置が固定されて動かないようになります。で、ここまでできたら下準備 OK で、この上にパスを使ってイラストを描いていくんですけど、アフィニティデザイナーはですね、ベクトルモードとピクセルモードっていうのがあります。で、ベクトルモードはパスとかこのベジェ曲線を描くときに使う、こうイラストレーターモードみたいな感じで、ピクセルモードがこの写真編集したりとか、こうブラシで絵を描きたいみたいな、フォトショップみたいな機能を使いたいときはピクセルモードにして描くんですね。で、この2つがあるので、これを使い分けて描かなきゃいけないんですけど、まあ、今回はですね、このシューズの上からパスで線をなぞって、まあ、イラストレーターみたいな絵を作っていきたいので、今回はベクトルモードを使って絵を描いていきます。で、ベクトルモードで描くときは、左側の一番上、今ブルーで光ってるところあるじゃないですか。で、ここが、ベクトルモードのサインですね。で、ちなみにその隣がピクセルモードのサインなんですけど、この一番左のベクトルモードが光ってることを確認して、新しいレイヤーを追加していきます。で、プラスボタンからベクトルレイヤーを選択して、で、レイヤーを追加したら、ここにパスを書いていきます。
でパスの書き方なんですけど、私がよくやるのはこの左側のベクトルブラシツールっていうのを取って、ここから作っていきます。でブラシ選択したら、この下にいろいろ設定項目出てくるので、ここで、ブラシの太さだったりとか不透明度を変えます。こうやってスライドさせたらブラシのサイズが変わります。でコントローラーって書いてあるところはあると思うんですけど、ここを筆圧ですね。で今回は線の太さっていうのは一定にしたいので、ここのコントローラーはなしで設定して書いていきます。で線の太さ決めたら、この下書きのところの上からなぞっていくんですけど、一回ちょっとなぞってみますね。でこんな感じでなぞってみて、選択ツールで選択すると、あの点々が打たれてるんですよ。でこれアンカーポイントっていうんですけど、まあ、これはパス化されてます。つまりはこのブラシでなぞったんですけど、それは全部こうパス化されて、あのベジェ曲線として作成されていきます。なのでですね、この状態でどん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 この下書きの上から、ブラシ、ベクトルブラシツールを使って、線を描いていきます。で描く時のコツなんですけど、あんまりこうゆっくり慎重に描きすぎないようにしてください。できれば早く、スピーディーにシュッと描いた方が後が楽です。なんでかっていうと、こうゆっくり描いちゃうと、さっきのアンカーポイント点々がね、たくさん作成されちゃうんですよね。でパスっていうのは点が少ない方がいいので、後で説明しますけど、点が少ない方がいいので、スピーディーに描いた方が点が少なくなります。なので、思い切ってどんどん描いていってください。で次、楕円形の作り方なんですけど、楕円形作るときは左のツールバーの下から3番目、ここですね、ここを選択して、そしたら上から2番目に楕円っていうのがあるので、ここで楕円形を作っていきます。で正円を作りたいときは、画面のどっかをタッチしながら、スライドさせてあげると正円ができます。こんな感じですね。で色変えていきます。右の、ツールバー上のところを押してもらって、ここ、塗りのところは、なしですね。塗りはなし、斜線のマークです。でアウトラインは黒にしたいので、ここからですね設定していきます。太さも変えれます。でこの楕円をですね、違うところにも複製したいとき、そのときは選択して2本指で、画面の2本指をどっかタッチした状態で、スライドさせてあげると同じ要素が複製されます。もう一回いきますね。画面2本指でタッチした状態でスライドです。でこんな感じで複製できるので、この下のドットのとこですね、たくさんあるので、この機能を使って、このドットのところを書いていきます。はい、でここまでで大枠のベースラインのところはだいたいできてきたの でここからやることなんですけど、今ねこの線がガタガタに引かれてるじゃないですか。でこれをもうちょっとスムーズに作っていきたいので、それを修正していきます。で、線を滑らかにするには、さっき点々が打たれてたアンカーポイントっていうのをいじりながら修正していくんですけど、
そのアンカーポイントを修正するのはこの左のツールバーの上から2個目ノードツールです。でこのノードツール取ってパスを選択してあげるとこの点々がいっぱい出てくるので、ここでいろいろパスをね調節していきたいんですけど、例えばねここ選択してこのアンカーポイントいじってあげると、まあパスがね後からでもいくらでも変更できます。でこっからやってほしいことなんですけど、今アンカーポイントがたくさんあるので、これはできるだけ少ない方がスムーズなラインが書けるんですね。なので、いらないアンカーポイントを消していきます。でここの下のところタッチすると今ね10個ぐらいアンカーポイントあるんですけど、できれば3から4ぐらいに減らした方が綺麗になります。なのでこうやっていらないところを選択して、下の、パネルのところから削除っていうボタンあります。そうしたらアンカーポイントが消えます。でアンカーポイント消したら、パスをいじってきれいにして、また消してパスを、きれいにするっていう作業をどんどん繰り返していきます。でこのパスの点がですね少なくなればなるほど、綺麗にはなるんですけど、このラインを作るのが難しくなってくるんですね。なので、イラストレーターとかね使ってる人だと簡単にできるかもしれないんですけど、ちょっと初心者の人には難しいかもしれないんですけど、やってたらですねだんだん分かってくるので、もう慣れてもらうしかないっていう感じですね。なのでたくさん使ってもらって、このベージュ曲線をねうまく描けるように練習してみてください。でちなみにですね、このアフィニティデザイナーでパスをうまく使いこなす方法なんですけど、右手はアップルペンシルでパスをいじって、左でこの下の設定項目をタッチしながら書くとめっちゃ早いです。なので両手必須です。両手をうまく使いこなして書いてみてください。はい、でこんな感じでパスのところですね完成になります。でレイヤーパネルのところもたくさんパスが並んでますね。でこのパスで作ったラインっていうのは、選択していくら大きくしても小さくしてもこのシームレスなラインっていうのは変わりません。で他のアプリとかでですねこの絵を描いて大きくしたり小さくしたりするとだんだん線がジャギーになってくるんですけど、まあそういったことはないって感じですね。それが結構アフィニティデザイナーのいいところかなと思います。
で最後ですね、ちょっと色を塗っていきます。で色を塗るときは私はだいたいピクセルレイヤーを作って塗るので、ここピクセルレイヤー作って左上の項目ですね、今ベクトルモードになってるのをこの真ん中のピクセルモードにした状態で、でブラシを取ります。でこの設定で色を塗っていきます。はい、ということでこんな感じで完成になります。ちょっと長かったんですけど、まあ、しっかりめに今日は解説していきました。で最後ですね、レイヤーがどうなってるかっていうと、この一番上にベクトルレイヤーですね、でパスがあります。でその下にピクセルレイヤーがあって色が塗ってあります。で一番下に、背景ですねの色が塗ってあるっていうような感じになります。でシューズの先っぽのとことかですね、もうちょっとパス触ってもいいかなって感じなんですけど、まあ、今日はですね使い方の説明ということなので、こんな感じで完成にしたいと思います。ちょっとはアフィニティデザイナーのこと理解できましたかね。はい、アフィニティデザイナーね、ダウンロードしたけど使ってないよみたいな人たくさんいると思うんで、ぜひねこの機会に使ってほしいなと思います。はい、ということで今日は以上になります。ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。